ウイスキーの音がこもってるのはなぜなのか、長年疑問なので教えてほしいですと。あとだから、こもってないと思いますとか、なんかいろんなご意見が、寄せられていますけども、ウイスキーの運送はビーズ首脳陣ってあれを狙っていたのかというところなんですけども、ジェイソン・コーサロに頼むっていうのは、今日のクソジジチャンネルはコメント返しをやらせていただきます。どこまでコメント返ししたのかよくわかんなくなってきて、今日の時点の新しいところから順番にこう遡っていく感じにしようと思います。ブレイクスルーからバッコミのリスキーのバコミックスはリリース当時ほとんど衝撃でした。リスキーの音像はビーズ首脳陣としてあれを狙っていたのか、それともビッグネームにミックスを見たのでみたいなあんな感じを提示されたんだけど、これはこれでかっこいいよねって、これで行くしかってなったのか、私も長年疑問です。こもってるとは思わないですけど。と、ニューヨークミックスの時の話のコメントだと思いますが、でこれと同じような感じで、まあ一番最初はリスキーは全曲音がこもっているように聞こえるんですが、これは当時の機材のせいなんでしょうか、それともお話になったようなリバーブをかけたことで全体的にそのような録音になってしまったんでしょうかと、ビーズのお二人も音がこもっていることを分かっていて ACD 化にゴーサインを出したんでしょうかと、リスキーの音がこもっているのはなぜなのか、長年疑問なので教えてほしいですと。あとだからこもってないと思いますとか、なんかいろんなご意見が、寄せられていますけども、リスキーの音像はビーズ首脳陣ってあれを狙っていたのかというところなんですけども、ジェイソン・コーサロに頼むっていうのはおそらくエンジニアの野村さんがジェイソンにやってみてもらいたいみたいなことだと思うんですよね。まあそれはだからクリス・ロデルチの時もそうなんですけども、松本さん的にはまあ野村さんのまあ提案であろうが僕の提案であろうが全てとりあえず受け入れるっていうそういう姿勢なんで、そういう感じでじゃあそれでやってみましょうみたいな感じで、最終的にまあそれをゴーサイン出すか出さないっていうのはもう松本さんが全て全責任を持って決めるみたいな感じの役割分担にだって、まあそれプロデューサーってそういうものなんですけども、首脳陣としてあれを最初から狙っていたのかといえば、それはまあ漠然とジェイソン・コーサロの音になるのかなみたいな感じで、だから最初から狙ってたっていうわけではない感じですね。でまあビッグネームミクスを頼んでみたらあんな感じを提示されたけど、これはこれでかっこいいよね、これはこれでかっこいいよねっていうほどの、なんかこう次のアルバムをどういう風なサウンドにしようっていう明確なビジョンっていうのはね基本的にないんで、なんか割と成り行きなんですよね。みんなでいろいろ持ち寄って最終的にこれが OK かどうかっていうのを松本さんが判断するっていう、まあそういうふうな感じなんですけども、こんな感じで答えになってるでしょうか。で、音がこもっているっていうのはですね、僕はだからもう当時も今も全然こもってると思わないんですけどもなんで当時の機材のせいというかね、どっちかっていうとこもるのはニーブの方なんで、この SSL っていうのはそんなに機材のせいではないと思います。まあでも今のそのデジタルの音に比べるとまあこもってるのかもしれないんですけども、でも基本的には僕がやってる頃の、ビーズのとミックスっていうのは全部だからアナログの卓でやってるんで、基本的には同じような機材ばっか使ってるんで、当時の機材のせいということではないと思います。同じ機材を使ってます。まあ、リバーブをかけたというか、まあそのリバーブではないんですけども、リバーブっていうのは基本的にはまあ機械的にかけたりとか、まああとはだからリバーブっていうのはこの当時とかだとデジタルリバーブっていうのがすでにあって、だいたいみんな歴史根を使ってたんですけども、まあその昔はだからリバーブルームって言ってね、なんかリバーブ用の部屋とかがあって、まあそのリバーブルームみたいな感じでそのプラチナムアイランドのスタジオを使ってたみたいな感じだったりするんですけども、まあそれのアンビエントが多いとかっていうのってのが、おそらくだからまあそういうデジタルリバーブのそのクリアさに比べるとやっぱりそんなに明るくはないので、なんでそれで音がこもってる感じになるっていうのは、そういう印象を持たれる方もいるっていうのもわかりますけども、おそらくだからこれがこもってるというのはアンビエント、まあリバーブっていうかまあ残響のせいだと思います。ビーズのお二人も音がこもってることを分かってて CD 側にゴーサイン出したっていうのは、それはこもってると分かってたんじゃなくて、こもってると思ってなかったんです。僕もこもってるとは思わなかったですし、別に暗いとも思わなかったんで、まあリスキーの音が なぜこもってるのかといえば、まあおそらく残響のせいだと思います。 Easy Come の、シングルバージョンとアルバムバージョンで、シングルバージョンは野村さんがもう一回リミックスしたっていう松本さんの判断で、そこの部分だからやっぱりなんか日本のシングルとしてはジェイソン・コーサロの音はかっこいいんだけども、日本のシングルとしてはやっぱりちょっと野村さんの考え方としてミックスし直してくれないかっていうことで別のミックスになったりとかはしてます。ディスキーの全体的なサウンドの雰囲気っていうのはまあこういうふうな経緯だったり、まあ、説明だったりします。はい、
どうもありがとうございました。クソジジイの YouTube チャンネルコメント返しが続きます。まずですね、オーディオインターフェースの質問ですが、未だに楽器業界は標準 USB2.0 端子なのですがと、ね、ああいうねピンのやつですよね。やっとスタインバーグオーディオインターフェースで USB-C 対応の 32bit 整数348なんかなんとかめちゃくちゃ264,000と高いと、以前動画で周波数が高い方が良いとあったと思うのですが、もし小橋さんなら 32bit フロート384kHz と 64bit フロート192があればどちらを選択しますかと。業界の方から 24bit96 がカセットテープに近い音質だと聞いたことがありますので、一般レベルではこちらでもこちらの質でもまだまだいけますよね。もうハイレゾの後は360リアリティオーディオだと、情報に翻弄されていますと、確かにあの情報に翻弄されてますね。何でもいいんですよ。僕の印象で言うとサンプリング周波数が高い方がハイとローが割と良くなるっていう、まあ理論的にはね、だからハイはもう確実に良くなるんですけども、なぜかローもいい感じになったり、ビット数っていう部分っていうのは中域のなんかこう音の太さとかまろやかさとかなんかニュアンスとかそういう風な部分があるんで、まあジャンルによったりとか、まあそういう風な部分はあると思いますね。だから曲によって変えてもいいと思うし、そういう風な、まあ僕の印象では特徴があると思います。カセットテープに近い音質っていうね言っている方もいるかもしれないですけどね、まあそういうことよりもっと僕は気にしたいことがある。まだこういうことを気にするのが好きな人たちもいるけども、僕はなんかちょっとあんまり興味ないかなっていう、知ってるのは知識としては結構知ってますし、なんかいろんなこう印象とか、まあそういうような部分ってのはあるんで、まあ僕はできる範囲ではいろいろお話はしますけども、人生にも音楽にも正解はないんで、あなたがいいと思うものが一番良かったりします。おそらくこれもなんか情報に翻弄されるということは、何が一番いいんだろうみたいな正解を探すっていうところで翻弄されるっていう部分があると思うんで、もう本当にもう自分の感性で、まあ人から何言われようが僕はこれが幸せだもんねみたいな、でもまあこれとこれとどっちでもいいというので、まあ両方アップして、で再生数がどっちが増えるかってのをやれば、そうするとその再生数が増えた方がまあそっちを選ぶっていうのが、まあ僕はそういうやり方をしたいかなって思ってます。情報に翻弄されるということはですね、正解を求めてるということなんで、根本的にはちょっと違うかなとも思います。ちょっとそういう風なところ、正解を求めるっていうよりはもう自分の幸せをまず最優先するっていうのをが幸せというかな、なんか自分はこっちがいいと思うなっていう、そういうね、ちょっとした思いつきだから、それがだからそういうなんか人の評判だったりとか、そういういろんな情報だったりとか、そういうふうなものに翻弄されるんではなくて、本当自分の感性を信じるっていうこと、それが一番大事だし、結局は最終的にはそれでヒットとかバズったりとか、そういうふうなものはそこに忠実にするしないと絶対にバズりませんっていうのは、ビーズのバッドコミュニケーションの時にもお話ししました。はい、ありがとうございます。日本人アーティストが海外進出することは、何かレコード会社以外の日本の芸能界の音楽部門の制度上の手続きを踏まないと進出できない決まりでもあるのでしょうかと。日本人歌手がアメリカデビューするとマスコミが騒ぎ立てますよね。なんかね、マスコミね、90年代とかっていうか、まあね、アメリカでデビューしても、特にだからその、日本で売れてる人がアメリカでデビューして、成功した人一人もいないんで、もともとだからそのマーケットが違うというか、その好きな音楽が全然違うんで、日本人とアメリカ人っていうのは。日本であんまり売れてないんだけども、向こうで売れたみたいなことはあります。だけども、まあ両方売れたって人はね、まあいないし、もしいるって思ってたらそれはツッコミに騙されてます。絶対に売れてません。まずはだからこの質問から言うとですね、こう日本の芸能界の音楽部門のなんか制度上の手続きを踏まないと進出できない決まりっていうのは、ないと思いますけどね。ただだから向こうで、まあ例えば CD を出すかっていうと、っていうかね、まあだから海外進出って言ってもね、YouTube でアップしてね、どこの国の人が再生数が多いかみたいな、そういう話だと思うんだけども、まあ、例えばだからその CD を出すとすると、まあ、それでメジャーデビューするとかっていうパターン、アメリカのそのメジャーレーベルが CD を出すと。まあ、それでもね、だからお金積めばね、出してくれますから、向こうも商売なんで、そこでお金積んだりとかすると、それをこう最大限利用して、日本で宣伝しないといけないっていう、向こうで売れればいいなと思うけども、まあ、今まで、もう本当に何十年もそういうふうなことってのは一回もないし、なんでそういうことをやるかというと、まあアーティストさんがそうしたいみたいなね、なんかね、そういう部分っていうのが一番大きいんだと思うんですよね。例えばだからそのアメリカをこうツアーやるとかって言ったら、結局はファンクラブ旅行なんですよ。日本でなんかツアーとか組んで、でそのファンの人たちを連れて回ってみたいないうのが、まあ実情だったりするし、例えばだからこう CD を向こうでデビューしたからとかって言って、 CD ショップとかにこうバーって平泳ぎでなってるみたいなの、あれもお金払っておいて、そこで撮って、俺が終わったらまだ元に戻って
踊るっていう、それだけの話なんで。テレビとかでやったらね、そういうふうなことしてるとは思わないじゃないですか。わかんないですよ、それ。いや、本当にそうなってんのかよくわかんないですけども、大概そうだと思います。はい。マスコミっていうのはね、だから騒がないと視聴率が上がらないんで。まあだからね、なんか台風の話だったり、戦争の話だったりとかね、不幸の話だったりとか、そういうようなもので視聴率が上がるんで、ネタがないんですよ、やっぱりなかなか。24時間流れてるし、いっぱい曲があるしっていうので、ものすごいいっぱいの動画を作らないといけないっていう部分があるから、もうネタ困ってるんですよね。海外進出とか、そういうふうなものっていうのは、まあ、ちょうどいいし、マスコミが騒ぎ立てるという、まあ、そういうふうな理屈になっています。ありがとうございました。この話がですね、面白いなと思ったらですね、チャンネル登録をしていただけるとですね、チャンネル登録がですね、1000人超えると、なんかいろいろといいことが起こるので、なんか、ぜひぜひお願いしたいと思います。よろしく。もしこの動画を気に入ってくれた方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。